ほんとそれ完済したの最近ですよ、僕も。やっと終わりました、僕も。18年かかってやっと、その損害賠償請求訴訟関連が全部終わりました。それぐらい時間かかります。チムさん、ナイトブラでですね、実は放棄していたことがバレてですね、まあ、莫大な負債を背負うことになってしまったという事件がございましたけれども、金子綾さんという YouTuber の人ですかね、その人が暴露したらしいんですけれども、ユイク株式会社というところと、訴訟を起こされてるみたいですね。私もね、YouTube でコラボしたりとかしていて、ちょうどそのナイトブラのね、時期に、やり取りしてたんですけれども、私のおかげか、おかげっていうか、私のせいかどうかわかりませんけれども、これ下手すると詐欺で捕まっちゃうよっていう、まあお話をして、絶対返金した方がいいということを僕はかなり強く言って、まあ、なんか本人はちょっと不服そうだったけれども、もうこれは本当に、嘘ついて物を売ったわけだからっていうふうに絶対解釈されるんで、本当に下手すると捕まるよって、詐欺でこんな金額、捕まったら大変なことになるから絶対返金した方がいいっていうふうに僕は強く勧めたので、彼女は多分返金したんじゃないかなと思います。まあわかんないですけども、本人にそこは聞いたわけじゃないんであれですけども、まあその後ね、表舞台からいなくなっちゃいましたけれども、最近また復活をして子供もできてっていう話で、そしたらそのナイトブラの会社から訴訟されたと。5億円とも言われてますけれども、まあ、詳しい金額はですね、その裁判見てるわけではないので、わかりませんけれども、損害賠償請求訴訟されたと。なんかその、リスト、ね、返金リストに不備があって、ちゃんと返金されてない人もいたとか、まあなんかいろいろあったし、まあね、ナイトブラをやった会社も、その、天智部さんが放棄をしてたことを知らなかったという、多分そういう立て付けになってると思いますけれども、まあそれもことの真相はまあ裁判見てみないとわからないですけれども、損害を受けたんで損害賠償請求訴訟をしていると、筋は通ってますよね。なので、まあ、返金に応じないと多分いけなくなる、返金というかその損害賠償請求訴訟を今されてるんであれば、でまあ裁判のね内容とか漏れ伝わってきましたし、まあ本人もなんかね、動画とかで言ってるみたいですけれども、まだおそらく判決は出てないようですよね。で、和解を勧告されるかもしれないみたいな。まあ通常損害賠償請求訴訟って和解します。判決が、まあ一審の判決、まあ僕はライブダ事件の、損害賠償請求訴訟でですね、何件も訴訟を起こされてました。で、一審、一番でかい訴訟が200何十億円の訴訟を受けていて、で、それが東京地裁民事8部というですね、会社法を専門にやる、まあ、割とまともな部署なんですけど、民事8部の判決が出た後に、これ一回もう判決出ちゃうとですね、仮処分が下せるんですよ。僕の場合は、動産執行っていうのをされて、実際にその、口座とかは本当にビシッと何々銀行何々支店の口座番号、とかっていう風に問い合わせをしないと、まあ、わからないので。で、捜査、刑事、事件での捜査とかの権限とか、普通はその債権者側ってないんで、わかんないですよね、なかなか。訴えられた側も当然そんなの明かすわけないし、いろんなところに多分分散して預金とか持ってるはずなんで、わかりやすいその不動産だったりとかですね、そういったものがなければ、実際にその預金の差し押さえとかそういったことをするのはなかなか難しいし、そもそもデンチムさん何億円も持ってないでしょうから、そういうのは難しいと思いますが、僕がされたのは動産執行っていう、弁護士に聞いたらそれは嫌がらせだって言われたんですけど、いきなり僕も当時六本木ヒルズに住んでて、それすごく皆さんも知ってて周知の事実だったみたいなんですけども、本当に弁護士たちが、僕は昼飯食って、蕎麦食ってですね、部屋帰ったら、いきなり見知らぬ男たちが土足で家の中に入ってて、なんだこいつらって思ったら、損害賠償請求訴訟の代理人の弁護士たち、弁護士とあと、裁判所の執行官っていう人たちがいて、要は、その、動産執行って何かっていうと、家電とか、貴金属とか、なんかそういう金目のものを、黄色い紙、差し押さえ札みたいなものを勝手にペタペタ貼れるんですね。で、最終的に判決が出て、そしたらその差し押さえられたものを競売にかけて、現金化して少しでも損害賠償請求訴訟の足しにするっていう、まあ、大した金額じゃないんですけど、僕がなんか、そういうなんかわかんないけど、ブランドバッグとか、なんか貴金属とか、高級なワインとかいっぱい持ってるっていうふうに、なんか勘違いしたみたいですよね。でも僕いろんなところで、
俺そんな金目のものとか物欲ないからそんな持ってねえよっていう話を至るところでしてるのに、あいつらは信じてないんですよね、バカだから。で、裁判所の執行官、しかも、鍵師を連れてくるんですよ。だから、その、オートロックっていうか、入り口に、セキュリティあるじゃないですか。で、それは、なんか住人に紛れて、わーって入って、ほんとコソ泥みたいですけど、入って、僕の家の鍵は、鍵師に、その場で作らせて、で、鍵を開けて入りやがったんですよ。すごいっすよね。それも OK らしいんですよ。やっべーな、こいつら、みたいな。でも本当あいつらバカだなと思ったのは、俺何気ないなんかハンドバッグみたいなのに100万円ぐらい現金、たまたまその時に100万円ぐらい現金入れてたんですけど、それに気づかず、なんかあいつらが殺傷財布で貼ってったのは60インチぐらいのテレビと、あとビデオデッキみたいなやつと、なんかわかんないけど、ワインセラーと三振買ったばっかりので、いやこれアマゾンで 12,000円で買ったやつなんですけど、こんな意味ありますとかって思ったんですけど、いや本当三振をなんか勉強しようと思って買ったんですけど、いきなり殺傷財布だから貼られて、なんかやる気なくなっちゃって、いきなり持ってかれるわけじゃないですよ、だけど殺傷財布だ貼られちゃったんでやる気なくなっちゃって、いやこれなんか本格的なウサギの皮とか作ってるやつじゃないんですかと、俺は言ってんじゃん、アマゾンの購入履歴まで見せて、いやこんなに札かかる意味あります？つって、いやでも貼ってきますみたいな。ワインセラーも中に超高級ワインがいっぱい入ってると思ったっぽいんですけど、楽天のなんかワインショップで買った5000円から1万円ぐらいのリーズナブルで美味しいワインみたいなしか入ってなかったし、あとなんだっけな、まああとテレビとか。でも最終的に、和解しましたけど、和解に応じなかった人たちも一部いたんですよね。でこれややこしいのは、僕会社からも訴えられてたから、ライブドアからも訴えられてたんで、3社で和解しなきゃいけなくて、和解するまでに時間がかかるんで差し押さえ、その嫌がらせ差し押さえみたいなの来たんですけど、それ以外の銀行の口座とかには全く差し押さえとか来なかったんで、それはもうね、特定するの難しいんで。ただじゃあテンチムさんが控訴して、なんか判決が出て、なんか何億円払えみたいな判決が出たとしても、最終的にそれが覆ることって、むしろなんか東京高裁とかの方がコンサバティブな裁判所なんで、まあ本当東京高等裁判所は世界一コンサバな裁判所って言われてるんで、多分テンチムさんに対して厳しい判決、より厳しい判決が下される可能性が高いので、僕はさっさと和解した方がいいと思います。実際ね、ない人では触れないわけだから、まあ何年かかるのか分かんないですけど、分割で払いますと、そういうような形になるんじゃないでしょうか。で、私も結構しつこくしつこく裁判されて、そのでっかいのはもう本当にね、5年もかからずに終わっちゃったんですけど、民法上のなんか不法行為責任みたいなやつって時効が10年なんで、結局僕刑務所に入ってる間も訴訟されたし、でもまあ刑務所に入ってる間はお金稼げないじゃないですか、あんまりっていうことで割と減額してもらったんですけど、刑務所から出た後も時効がまだ時効になってなくてですね、さらにまた訴えられて、ほんとそれ完済したの最近ですよ、僕も。やっとライブダー事件関連の裁判のその返済みたいなもの終わったんですけど、まあ本当にやっと終わりました、僕も。だから結構もう10年以上、だって2006年ですから、もう18年かかってやっとその損害賠償請求訴訟関連が全部終わりました。それぐらい時間かかります。なので、まあでもまあ天地無さん若いんで、僕は綺麗さっぱり和解された方が僕はいいんじゃないかなと思いますし、向こうも別にそのない金を無理やり差し押さえるなんてことは不可能なんで、払える範囲内で、子供の養育費とかもあるでしょうから、そういったところは交渉でなんとかなるんじゃないかなと、いい弁護士さんをつけて、そういった交渉されることをお勧めしますということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。